伝伝東伝伝宮は、京都市西京区嵐山国倉山町の法輪寺の鎮守者で、電気、電波の祖神として信仰されている神社である。法輪寺は、奈良時代に創建された国造菩薩を本尊とする寺院である。後に、神仏集合の流れで、法輪寺にも鎮守者が作られた。奈良時代の僧道将がこの地で行った、旧門寺法の漫画の日に、 空から明星が降り注いで、国造菩薩が次元したということから、その明星を表す、明星天使を本事物として、雷の神である、伝電明神を祀る、明星者が鎮守者の一つとして作られた。古くから雷の神は他の神と同一視されたこともあり、伝電軍は住民から広く信仰されていた。しかし、1864年の金門の変により、 本堂などと共に消失し、長く、カリミアに鎮座したままとなっていた。1956年、当時の近畿電波管理局長、平林金之助は、今後電波の利用が多くなることから、電電明神を電気電波の祖神として祭り、合わせて、電気電波関連の研究選択者や事業者の例を検証すべきであると主張した。これに賛同した。 関西の電気電波関係者により明星者が再興され、合わせて法輪寺境内に電気電波関係者の例を検証する電電塔が建てられた。電電塔には電気研究者の代表としてエジソン電波研究者の代表としてヘルツの同性の肖像が掲げられている。1969年に日本万国博覧会を記念して社電が再建され、 デン電電ーに解消した。1979年1月に、デンデン群5次会が結成され、デンデンン電デンデン等の維持を行っている。今日では、電気、電波だけでなくコンピュータ関係者や電気通信事業者からも信仰を集めている。法輪時にて、電気自動車及び、ハイブリッドカーの電気システム安全基願を受け付けている。また SD メモリーカードのお守りを交付しており、 スマートフォンなどに入れて使うことができる。ありがとうございます。